私は県内の中小企業さんのですね支援ということでですね、今回のようにこう販路開拓という部分でこう出店支援とかですね、その他企業さんの新商品新製品ですね、新技術開発そこら辺の開発のお手伝いをしているというような話をしております。県内にもいろんな産業がありますので、今回はですねそういう製造業ということでですね、機械予想技術展、こちら非常に有効な展示会ということでですね、こちらの方に出展をさせてもらっております。今回はですね機械精密加工ですとかですね、精密な板金加工表面処理、他分野の技術をですね技術開発をされている企業さんの方をですね展示していただいております。で当初やはり申し込みが非常に多くてですね、本当に選考には困ったんですけども、こちらに書いてあるとおりですね、先端技術で光る技というようなですね、そういったこういうの技術をお持ちの企業さんを出展していただいております。各社さんですね、特別な技術をお持ちでですね、常日頃からこの新商品、新製品、新技術ですね、そういったものの開発にチャレンジしている企業さんが今回は出展をしております。機械予測技術展の方にですね来場される際はですね、ぜひ静岡県ブースの方にお越しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。